今シーズンはエンゼルスへの残留を決めた大谷翔平は、その後もア・リーグのホームランキングを独走状態で守り続けており、いよいよ日本人選手として初の本塁打王が視界に入ってきました。今でこそメジャー最強のバッターに成長した大谷ですが、渡米直後の打撃は高校生レベルと評価され、マイナーからやり直した方がいいとの意見まで聞こえてきました。実はそんな苦悩する大谷を救ったのが、イチローからのアドバイスだったのです。今回の動画では、もがき苦しむ大谷に対してイチローが語りかけた言葉や、引退会見で口にした大谷の未来予想図について触れていきます。引退試合でイチローが語った大谷翔平への思い。2019年3月22日、東京ドームで行われたアスレチックスとの開幕第2戦に9番ライトで出場したイチローは、4打数無安打で8回裏に守備についた直後に交代。その際には超満員の観衆から大きな拍手を浴び、さらにはチームメイトからも抱擁を受け、試合後に自ら引退との言葉を口にして第一線から退くことを表明しました。一方、試合終了後に開かれた記者会見では、監督はない、人望ないから、草野球を極める、といった一郎節を展開し、集まった報道陣を笑わせる、らしさ全開の会見を行っており、一郎は、最後なので時間の許す限り質問に答えたい、と、数多くの質問に答えました。まずは、アメリカのファンへのメッセージを聞かれた一郎は、アメリカのファンの方々は最初は厳しかったですよ。最初の2001年のキャンプなんかは、日本に帰れとしょっちゅう言われましたよ。と、記者が思いもよらないエピソードを明かします。イチローは2000年11月に日本人初のポスティングシステムによる移籍で、シアトルマリナーズと3年総額1400万ドルで正式契約を結び、日本人野手初のメジャーリーガーとなりました。当時のイチローはメジャーの選手に体格では大きく引けを取っており、野手としてメジャーで通用するのかと、その実力を疑問視する声が日米問わず多くありました。当時のマリナーズ監督を務めていたルー・ピネラも、打率は2割8分から3割、盗塁は25から30は稼いでくれるだろうと、大きな期待を込めていたわけではありません。しかも、イチローは日本時代から愛着のあった背番号51を着用しており、この番号も当時のマリナーズファンの間ではランディ・ジョンソンのイメージが強く、ランディの功績を台無しにする、ランディを侮辱している、なぜ日本人にあの番号を渡したのかなど、あまり好意的に捉えられることはありませんでした。日本シリーズでイチローのインコース高めを徹底的に攻め、封じ込めに成功した経験のある野村克也は、メジャーで彼がどこまでやれるか、これは今後の日本の選手の物差しになると思う。私は彼を打ち取るためにインコース高めに力のある球を徹底的に投げさせた。アメリカに渡れば日本以上に力勝負を挑んでくるピッチャーが増えるはずなので、どこまでその球を見極められるかが鍵になる。彼は典型的な早打ちタイプの選手で、フォアボールを選んで出塁することを良しとしない。昨今一番打者には出塁を求めるアメリカに合うのか、その辺についても厳しい目線で見られるはず、と言葉を選びつつもかなり厳しい目線を向けていました。そんな下馬評を全て覆した格好になったイチローは、当時のことを、結果を残した後の経緯というのは、これは評価するのかどうかわからないけど、手のひらを返したという言い方もできるので、ただ言葉ではなく行動で示した時の敬意の示し方というのは、その迫力はあるなという印象ですね、と独特の表現を使って振り返っています。そして会見の中盤で、後輩のメジャーリーガーについて聞かれたイチローは、翔平はちゃんと怪我を治して物理的にも大きいわけですし、アメリカの選手と全くサイズ的にも劣らない。しかも、あのサイズであの俊敏な動きができるというのはいないですからね。それだけで世界一の選手にならなきゃいけないですよ。と、
当時トミー・ジョン手術を受けていた大谷について語りました。さらにイチローは2人の対戦がなかったことについて触れられると、翔平との対戦残念でしたけど、できれば僕が投手で翔平が打者でやりたかったんですよ、それは誤解なきよとジョークを交え、今後の大谷については投げることも打つこともやるのであれば、僕は1シーズンごとに投手、次のシーズンは打者としてサイヤングと本塁打を取ったら、そんなことなんて考えることすらできないですよ。投手として20勝するシーズンがあって、その翌年に50本打って MVP 取ったら化け物ですよね。でもそれが想像できなくはないですからね、そう思ってますよと投打でメジャー最高峰の選手になれる可能性があると指摘したのです。大谷はイチローがこの言葉を口にしてから投手として2022年に15勝を記録し、打者ではここ2年間で80本のホームランを放ち、今季は50本超えが確実視されています。日米の大谷ファンからはイチローの予言がすごすぎる、20勝も50本もほぼ現実になってる、この時大谷は怪我のリハビリしていたはずと、イチローが大谷の未来予想図を的確に表現していたことについて驚きの声が寄せられました。実はイチローは大谷がメジャーへ移籍した直後からその高い潜在能力に気づいており、開幕を迎える大谷に対して自分を信じろとのアドバイスを送っていたのです。家行ってもいいですか。苦悩する大谷がイチローから受けたアドバイスとは、大谷もイチローと同じくメジャーへ二刀流のままで移籍をすると表明した際は大きなバッシングを浴びています。現在ではすっかり大谷推しにくら替えしている元レッドソックスのペドロ・マルチネスも、日本での成績を見てもまともに1年間を過ごしたことがない選手、投打両方でプレーすることが売りのようだが、果たしてメジャーのレベルでそれができるのか、彼にベーブ・ルースがやったのと同じことを期待するのは酷だ、まずはマイナーで実績を残すことが先決と言えるとかなり厳しい言葉を使って大谷を評価しています。大谷はアメリカで迎えた初のキャンプでは投打に存在感を見せましたが、オープン戦に突入するとアメリカ特有のテンポの速い試合進行にも戸惑い、投打の両方で結果を残すことができませんでした。大谷が残した防御率27、打率1割2分5厘の数字に対してアメリカのメディアは、これで二刀流というのであれば今のメジャーでプレーする選手が全員が該当者になるはずだ、ジャイアンツのバムガーナーが DH で起用されればこれくらいの数字を残すことは簡単なはず、大谷はこのままではメジャーで成功を収めずして日本に帰る可能性すらあるはずと酷評を与えます。エンゼルスの首脳陣からも大谷をメジャーでデビューさせることは避け、マイナーで修行期間を設けてはどうかという意見も聞かれるほど、当時の大谷は追い詰められた状況でした。渡米する前の大谷は普通にやればメジャーでも通用するのではと考えていたようですが、オープン戦を経験した時点でこれまでのやり方ではダメだとの結論に達しており、現状を打開するための模索を始めます。ところが大谷は人に相談するのが好きじゃないという性分のために自らでこの局面を乗り切ろうとしましたが、フォームにマイナーチェンジを加え、タイミングの取り方を修正を加えてもしっくりこないという状態が続いたのです。そして大谷は最後の手段として、人に相談するのが好きじゃない、普段コーチのところに行って話したりしない、まして一郎さんに話を聞くなんてあってはならない、僕ぐらいの選手がいいのかなと戸惑いつつも、一郎にアドバイスを求めることを決意しました。知人を介して一郎とコンタクトを取った大谷は、打撃についての悩みを全て一郎にぶつけます。電話の先で大谷の言葉を黙って聞いていた一郎は、実際にスイングを見てアドバイスを送りたいと、ビデオ電話でバットを持ちながらやろうかと提案。当初この提案に大谷はお願いしますと答えたものの、お願いしておいてビデオ電話はないかなと思い直し、
これは自分で行くべきだなと思ってバット一本持って家にお邪魔してと自らバットを持って一郎の自宅に足を運んだことを明かしました。この時のことを大谷は今でも技術的な話はいろいろ生きていると思います。もっと自分を信じてというか自分のポテンシャル持っているもの日本でやってきたことを信じてやっていくのが大事とおっしゃってもらった。それを誰が言うかが大事だと思うんです。一郎さんに言ってもらうのか僕の父が言うのかそれは大きな違いなので、同じ言葉ですけど捉える側としては全く別物というか、どちらがいいかというのではなくて、一郎さんに言ってもらえるのは日本の野球選手からしたらないことだと思う。これは自信になりましたねと振り返っています。また大谷は一郎から世界一の選手にならないといけないと檄を送られたことについては、一郎さんが質問されたから言っただけでね、一人のファンからしたらそういうことは聞かなくていいのになと思いましたけど、答えていただいてありがたいなという気持ちはあります。一郎さんから勉強になることもたくさんありますし、そうコメントしてもらえるだけでもありがたいなと思いますと謙遜を見せていました。この一郎の言葉から2年後、大谷は二刀流でフルシーズンを戦い、現代野球とは思えない成績を残した上で MVP に輝きます。無理をしろ。 MVP の大谷に向けた一郎のメッセージ。2021年シーズンの大谷は自身初めて投打の二刀流として怪我なくシーズンを完走し、打者としての最終成績は打率2割5分7厘、46本塁打、100打点、OPS9 割6分5厘、26盗塁。投手としての最終成績は9勝2敗、防御率 3.18、156奪三振という驚異的な数字を残します。11月には同年の二刀流での活躍が評価され、ア・リーグの MVP に史上19人目の満票で選出されました。この年のエンゼルスはポストシーズン進出争いに絡めず負け越しを記録しましたが、ポストシーズン進出を逃したチームからの選出は史上4人目であり、満票での選出は史上初の出来事。バッシングを繰り返していた有識者たちは大谷に対して完全な白旗を挙げ、全米のメディアもこぞって大谷を祝福しています。一郎も大谷が最終戦を終えた後に、大谷翔平といえば二刀流、無限の可能性、類まれな才能の持ち主、そんなぼんやりした表現をされることが多かったように思う。比較対象がないこと自体が誰も経験したことがない境地に挑んでいる凄みであり、その物差しを自ら作らなくてはならない宿命でもあるとコメントを発表。さらに外野からの視点だが、怪我なくシーズンを通して活躍した2021年は具体的な数字で一定の答えを示した年だと思う。中心選手として長い間プレーするには1年間全力でプレーした軸となるシーズンが不可欠だ。それが今年気づけたのではないかと、2021年のシーズンが今後の礎になると付け加えました。そして最後はイチローらしく、アスリートとしての時間は限られる、考え方は様々だろうが無理はできる間にしかできない、2021年のシーズンを機にできる限り無理をしながら翔平にしか描けない時代を築いていってほしいと、独特の表現を使って大谷にエールを送りました。 MVP を獲得して以降、イチローは取材中に何かと大谷に関してのコメントを求められることが多くなりましたが、一貫して僕はまだまだ可能性がある選手だと思っています、もう誰も想像がつかない領域に来ているという人がいますが、さらにその上があると信じていますとコメントしています。もし今シーズンに大谷がイチローが予言していた一つの記録である50本塁打を達成すれば、来年以降は投手最高の栄誉であるサイ・ヤング賞獲得への道が切り開かれていくのかもしれませんね。今回は大谷とイチローのエピソードについて紹介しました。